YouTube でシリットルは YouTube などの動画共有サービスから動画のダウンロードや音声の抽出を行うコマンドラインプログラムである。Python で記述されており、クロスプラットフォームである。アンライセンスの下で配布されている。基本的な使用方法、YouTube デシリットル、オプションズ URL、URL。複数のファイルフォーマットが存在する場合、それを指定することができる。 指定しない場合は、最適なフォーマットが自動選択される。利用可能なフォーマットの確認、YouTube でシリットル FURL。フォーマットを指定して、ダウンロード、YouTube でシリットル F フォーマット URL。YouTube でシリットルはそれ単体でも動作するが、オプションで他のプログラムに依存する場合がある。動画や音声を変換する場合には、フンペグ、または、 アバコンブが必要となる。RTMP によってストリーミングされている動画を取得するにはシップダンプが必要となる。データのダウンロードに JavaScript が必要な場合にはフ a n t マ m a g e s を使用する。これらのプログラムは YouTube でシリットルには含まれておらず別途導入する必要がある。YouTube でシリットルは1000以上のサイトに対応している。 2020年10月23日、アメリカレコード協会が提出した、ジミカテイクダウン申請により、GitHub 上での公開が停止される事態となった。しかし、2020年11月16日、GitHub は公式ブログで、電子フロンティア財団の弁護団から送付された、YouTube、デシリットルライブラリーは、YouTube 動画の技術的保護を回避しているわけではなく、 ジミカ第1201条に違反していないとする書簡を掲載し、ジミカ第1201条に違反している事実はないとして、YouTube でシリットル関連のリポジトリを復活させた。ありがとうございます。